皆さん、こんにちは。大阪の街中で、こんなオレンジ色のバスを見たことはありませんかこのバスは、今里ライナーという愛称で、2019年4月1日から運行しています。一般の路線バスとは、一味も二味も違うスペシャルなバスなんです。今里ライナーが運行しているのは、ご覧の区間です。 一般の路線バスの停留所はおよそ400メートル間隔ですが、今里ライナーは地下鉄の駅と同じおよそ1キロメートル間隔であるため、目的地に早く着くことができます。BRT と呼ばれ、速達性、定時性の確保や輸送力の増大が可能となるバスシステムです。地下鉄今里から熊田間は平日の 7時台から18時台は10分間隔で運行しており大変便利です。IC カードで今里ライナーと地下鉄を乗り継ぐと自動的に160円割引となります。また今里ライナーと大阪シティバスを乗り継いだ場合も210円割引となり1乗車分の運賃でご利用いただけます。またお客様に楽しんでいただけるよう 今里ライナー全14両の内装デザインは全て異なります。どのデザインのバスが来るかはその時次第です。デザインの違いを楽しみながら何度もご利用ください。ところで皆さんは大阪メトロ今里筋線をご存知ですか今里筋線は大阪市の東部を南北に結び、北は豊野駅から 南は今里駅まで運行しています。今里駅から湯里6丁目まで延伸する計画がありましたが、お客様のご利用が見込めないため、まずは BRT による需要の換気、創出と鉄道代替の可能性の検証を行うことを目的として、大阪メトロと大阪市が共同で、 この今里ライナーの運行による社会実験を行っています。皆さんのご利用を心よりお待ちしています。またお会いしましょう。